はい、皆さん、こんにちは。シンガーソングライター、そしてシニアスノータン、スノーマンのメンバー9人、全員を強く推しております。全推しシニアスノータンの堀内敬三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいまして、ありがとうございます。本日2023年8月19日土曜日に収録しております。昨日8月18日 NHKBS プレミアムで放送されましたザ少年クラブプレミアム、むちゃむちゃ良かったですよね。昨日動画でアップさせていただきましたトリリオンゲーム第6話についてお話しさせていただきました。動画の冒頭でもあまりにこのザ少年クラブプレミアムが良かったので少しそこのところも触れたりしてました。おそらくもう見られた方はたくさんおられると、思います。で、再放送が 4K での放送日は決まってたんですけど、地上波での放送再放送日はまだホームページなんかでも発表されてないので、またこう情報をキャッチされた方はまたコメントで教えていただきましたら、このもし見られてない方にぜひまた見ていただきたいので、再放送のなんか日時なんかも決まったらまた皆さんにお知らせさせていただきたいなと思うんですけども、でもちろんそのスノーマンとキンプリのトークのコーナーもものすごく良かったですし、そしてまたこのキンプリ今年の4月からこの番組の司会を2人でされてるということで、永瀬廉さんと高橋海人さん、この2人が1人ずつになってスノーマンの4人スノーマンの5人と後半でコラボされるところも良かったです。で、先日 NHK で放送されましたライブエールの、2部でその坂本九さんのスペシャルメドレー1曲目、上を向いて歩こうを、そのキンプリとスノーマンがこうコラボされてやられた楽曲のあの雰囲気がすごい素敵やなと思って、これからおそらくそのキンプリも2人になられたということで、そのいろんなこのライブの番組であるとかトークの番組でもこういう形でこのキンプリとスノーマンがこうコラボされるということがこれから結構増えるようなと思いました。その先日のそのライブエールでコラボで歌われたのもすごく素敵な、なんかこう関係性もものすごくいい感じだったし、でおそらくライブエールは8月12日、生放送でした。でおそらくこちらのザ少年クラブプレミアムの方はそれ以前に収録されてるのではないかなと思うので、この放送のなんか最後のところでなんかこう永瀬廉さんがスノーマンの9人ちょっと怖いなと思ってたんやけども、なんかすごく仲良くなれた感じがして良かったですとおっしゃってましたけど、スノーマンもそれを喜んで聞いてましたけど、なんかこの番組の収録があって距離感がすごく縮まって、そしてまたこのそれがライブエールでのコラボのものすごくいい感じの雰囲気につながったのではないかなと私はなんか想像します。ですので、この昨日の放送を見られた方多いと思うんですけども、ざっとこのトークのところですごく興味深い話題も出てたので、そのあたりをちょっと振り返らせていただきながらちょっと皆さんとシェアさせていただきたいですし、またこの放送の中で出たトークについてトーク内容についてさらになんかこう詳しい情報を持っておられる方、コージさんが朝のモーニングルーティンで、コーヒーをちゃんと自分で入れてコーヒー豆に音楽を聴かす、最近は R&B を聴かせてるってなんかそこ突っ込まれてましたけど、例えば辺のコージさんのモーニングルーティンにもう少し詳しく知っておられる方とか、今回のこのザ少年クラブプレミアムのトークで出た内容なんかについてさらになんか掘り下げた内容を知っておられる方はコメントでも教えていただきたいですし、もう一つ私も知りたいなと思うのは、私がこうスノーマンにどっぷりハマってスノタンになったのはまだ今年の4月からなんで、まだ4ヶ月ぐらいしか経ってません。それまでもそのジャニーズのアーティストさんに関しては、もう全然その楽曲主体で私も聴いてたので、あ、いい曲やなと思ったら、それはもうジャニーさんの楽曲でも CD を買ったり、このなんかこう、コードを調べたりとかそんなんしてました。で、キンプリに関してもデビュー曲の、シンデレラガールがやっぱり素晴らしい。もう本当にもう100点満点の曲やなと思ったので、シングルは実は私も買って勉強のためによく聴いたりしてました。ですので、この、今
今年の5月かな、その2人になられたのは。だからこのまず6人から1人岩橋さんがパニック障害で体調の問題でそのまず抜けられて5人になられて、そしてまた5人から3人がこうジャニーズ事務所を退所され、今は 2B の方に行かれてるということで、まあその King&Prince として残られたのはその永瀬廉さんと高橋海人さん、そのあたりのこの紆余曲折みたいなところはもう私も全く知らないし、まああくまでこのスノタンっていう立場から、こっからきっとこのスノーマンと2人になられたキンプリのコラボが、なんか最近そう見させていただいたライブエール、そして昨日のこのザ少年クラブプレミアム、ここもなんかすごく良かったんで、これからこういうところがたくさん見られると思うので、またあのコメントでこの動画にそのスノーマンの9人のメンバーと、またキンプリの今の2人のキンプリとの関わりみたいなところで、なんかこう素敵なエピソードなんかを知っておられる方がおられたら、ぜひまたコメントで教えていただきたいな、そんな思いを込めて、なんか昨日のザ少年クラブプレミアムをちょっと振り返らせていただく動画を撮らせていただきたいと思います。では皆さんと私もなんか印象に残ったところをお話しさせていただきますし、今言いましたようにこの、 トークの内容でもっとなんか詳しく知っておられる方教えてほしいですし、キンプリの2人とスノーマンの9人のメンバーのなんかこう素敵な交流みたいなところを知っておられる方はぜひ教えていただきましたら、ここから先きっとまたこのキンプリとスノーマンのコラボをいろんな形で私たちは見せていただけると思いますし、私もまた見たいと思っておりますし、なんかそういうところを見る上でなんかこう関係性、ジュニア時代のエピソードなんかもなんか知って見させていただきますと、よりなんかこう関係性を楽しめるのではないかなと思いますので、そんな思いで、今日はちょっと昨日の、むちゃむちゃ良かった神回と呼ばせていただいてももう全く遜色ないザ少年クラブプレミアム、ゲストスノーマンの回をちょっと振り返らせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、まず、蓮さんと、永瀬蓮さんと高橋海人さん、4月から司会になられたんですけども、最近のザ・少年クラブプレミアムの放送を見てるんですが、改めて言うのも何なんですが、その、お二人と一緒に司会進行されてる、まあ、お笑い芸人の、岡田さん、岡田圭介さんが、改めて、すごい実力やなっていうのを、こんなん言ってしまうと岡田さんのキャラをなんかこう足引っ張ってしまうかもしれないんですけど、なんかこう滑り芸みたいな、この閉店ガラガラワオみたいな感じでやっておられて、もう周りからこう偉そうに突っ込まれる感じのキャラなんですが、実は冷静に見させていただきましたら、キンプリの二人のちょっとこの天然がかったところも上手に突っ込まれるし、スノーマン9人が楽しくこう盛り上げようとする、ともすればこう、わちゃわちゃなっていくような感じを、ちょっと待って、ちょっと待ってと。最初はちょっと定石通り、形通り活かしてて、それが少しずつ崩れていくのはそれでええからみたいな感じで、ちゃんとこう、交通整理されながら、それでいて、キンプリ2人の魅力、スノーマン9人の魅力をうまいこと、なんかこう、ちょっと持ち上げるところ、きつい目に突っ込むところ、それも相手を見て、的確に判断されるところ、あのあたりの、その、まあ、ああいうことができる人って、まあ、そんなにいてへんと思うんですけど、改めて、岡田圭介さんの実力の凄さ、あそこにあの方が一人いていただくだけで、キンプリも生きてくるし、スノーマンも生きてくるし、キンプリとスノーマンのこのなんかこう、トークの絡みのところもむちゃむちゃ面白くなるし、なんかあんまりそういうふうに褒めてしまうと、なんか岡田さんのあの個性を消してしまうかもしれないと思うんですけど、いや、やっぱり私もお笑いもすごい好きですし、だからああいう方がおられると、まあ、コウジ君ももちろんスノーマンの中では、もうお笑いのトークではもうコウジ君が出番やという感じになるんですけど、なかなかやっぱりしっかりと、刀を、磨いとかへんと、立ち打ちできへん感じは、コウジ君なんかも感じられたと思いますし、そういった意味ではいい経験やったと思いますし、またこの、少年クラブプレミアム、そのキンプリと、岡田さんっていうこのコンビネーション、その岡田さんがね、あそこの司会のやっぱり実力
改めてすごいなと思いました。すいません、もうちょっとね、最初から増田岡田の岡田さんの話題に行ったんですけど、でいきなりキンプリのマイラブソングという曲で始まったんですが、そのまず生演奏で生歌を歌っておられるんですね。それも素敵やなと思いましたし、後ろの結構比較的若いメンバーやなと思ったんですけど、後ろの生演奏しておられるバンドがむちゃむちゃうまかったんでびっくりしましたし、この番組のなんかこうクオリティの高さ、あの生演奏の素晴らしさもなんか私もうわむちゃむちゃうまいやんと思って、でベースの人もものすごくうまかったと思うので、後でもう一回見て、なんかメンバーの名前がテロップ出てたと思いますので、もう一回ちょっとメンバーの名前をチェックさせていただきたいなと思うぐらい、生演奏がなんか上手やったと、思います。で、まず最初に、長瀬廉さん、こう、もうそこだと思う、長瀬廉さん、廉くんって言ってもいいですかね、廉くん、海斗くんって呼んでいいかな。で、廉くんが、こう、海斗くんに慣れてきたって言って、で、この前の、トラビスは楽しかったって、こう、海斗くんが言ってて、で、海斗くんが、声がむちゃむちゃほわっとして、癒し系の声で、この、可愛いですね。で、私は、海斗くんを何で意識したかというと、昨年公開されましたドクターコトー診療所で若い医師の役で出演しておられるんですけど、これが小田半人くんかな、ものすごい上手やって、あ、このキンプリのその高橋海人さんこんな演技上手なんやなと思って、でここで面白いのはこう監督に海人って絶対弟でしょと聞かれて、はい、わかりますかと答えたら、雰囲気とオーラと喋り方全部優しいから、でもそこは全部消してほしい、海人の要素なしで演じてと言われたんですっていうことで、結構前半はちょっとなんかクールで今風な現代風なお医者さんでも、なんか少しずつコトー先生の凄さがこう分かってくるような感じのすごくいい演技をされてたんですけども、そしてこのドクターコトー診療所でその高橋海人さんがこんな素敵なお芝居されるやなと思いましたし、また蓮さんはこちらの方も少し前のドラマ夕暮れに手をつなぐで広瀬すずさんと共演されるドラマで、こちらの方もやっぱり演技を見て、あ、素晴らしい演技をされるなと思った、まあ、この2人が、まあ、司会をされているんですけど、その海人さんがトラビスの会は楽しかったみたいな、いやそんな風に言わんといて言ってね、なんかこう2人が喋ってるのも楽しかったですし、なんかこう海人くんのなんか癒し系の声もなんかむちゃむちゃ可愛いなと思いました。でスノーマンがこうわちゃわちゃわちゃと出てきて、もう岡田さんがおいおいおいと、もうそのもう、ね、ちょっともう一回やり直しましょうか、いやいやこんな感じでいいってね、岡田さんがおっしゃってましたけど、スノーマンの印象を聞かれて入った時はもうこの今キンプリの二人は2人とも今24歳やったかな。で、蓮くんの方が早生まれなんで、学年は1つ上やと思うんですけど、今24歳。で、スノーマンはやっぱり30前後のメンバーが多いから、まあ、6年ぐらい上なので、その、入った時は、カイトくんはもう、ジュニアの、おさ、村のおさみたいに言いましたけど、ジュニアのおさみたいでしたっておっしゃってて、で、レン君は、ジャニーズジュニアの島を、仕切ってる人たちみたいやったとおっしゃってて、なんかすごい言い方やなと思って、なんか後から入ったら、まあ本当にやっぱりまあ先輩ということもあるし、後輩の指導もされてたやろから、まあ厳しくて、どこかやっぱり、特にスノーマンの最初の6人のメンバー、30歳、前後のメンバーなんかに対してはちょっとやっぱりすごくちょっと怖いなっていう感じがね思ってたやなっていうのはあの辺でなんか分からせていただきましたし、そしてまたこのキンプリの2人から見たスノーマンがこう変化したところ、最後にスノーマンから見たキンプリ2人の変化したところみたいなトークテーマでなんかどんどんこうなんか盛り上がっていくんですけど、まずこのお互いの変化を知ってるということで、まずこのスノーマンが誰がこの今このデビューしてからここ数年で変化したというところで、ふっかさんがビジュアルが良くなったという、
このあたりも、やっぱりもうふっかさんが一人おられるともうスノーマンからも突っ込まれるし、その年下のキンプリもふっかさんには遠慮なく突っ込むので、そのあたりがそのふっかさんの素晴らしさやなと思います。そのなんかこう年下のくせに偉そうに突っ込んでくんなよっていう、そのもし空気を出してたらキンプリの二人もふっかさんにこの遠慮なく突っ込めへんんですけども、ふっかさんは全く多分そういうものを出してあらへんから、もう年は5つ6つ下のキンプリにも結構ビシビシと突っ込まれて、もうさすが私ふっかさんやと思いましたし、そしてまたサックに関しても性格が正反対になった、もう本当によく私 も皆さんから教えていただいて、もう最近はそのこのむちゃむちゃ明るくて私も大好きな明るいキャラのサックが、実は昔は陰キャとおっしゃってましたけど暗いキャラやったということを、またここでもご自身が、おっしゃってて、でも面白いのはこれはレン君が言ったんかな、リハ中に汗をかいていたらズボンがめちゃめちゃなのが嫌やからズボンをずらして座ってたとかね、なんかまああの辺のこうあの辺もなんかこうジュニア時代からなんかずっと一緒にね、なんかこう練習したりトレーニングしてる者同士やから言える言葉やったと思いますし、でまたこのキンプリの2人がいてくれたことでスノーマンのメンバーだけでも楽しいんですけど、そこの中ではなんかこう出てきひん話題なんかもちょっとやっぱり年下の後輩からちょっと怖めの先輩を見た視線で見たそのキンプリの言葉があったんで、今まで私たちもあんまりこの出えへんかった感じのこのトークテーマみたいなものが出てきたのですごく面白かったですし、このスノーマン9人が出てのこのバラエティートークとしては、私は今までこの春からまあ結構いろんなものを見させていただいてますけど、4月の金スマの2年半ぶりに金スマにスノーマンが帰ってきたっていう、あの時も中居くんが結構面白く突っ込んでくれましたし、あれ以来の面白さ、私の中ではこの4月の金スマと、この座少年クラブプレミアム昨日のキンプリとこのスノーマンが絡んだこの日本がなんか面白さでは私の中では今のところちょっとねツートップみたいに感じております。でまたラウールもなんかね発言される時もなんか人が喋ってる時に笑ってる時もなんかむちゃむちゃなんかいいですよね、なんか明るいキャラやなと思って、でスノーマンを笑わせたい気持ちが強くなったとおっしゃってて、で一発ギャグって言ってて、サクもいやもう 4,5 年こつけてるけどそんな今まで一回も見たことがないって言って何をやんのかなと思ったら閉店ガラガラワオってやって、岡田さんもハートが強いなって言ってましたけど、もう実際多分ラウルむちゃむちゃハートもしかしたら一番強いぐらいハートが強いのではないかなと思うんですけど、岡田さんがじゃあもうこれからラウル&、スベールで行こうねっておっしゃってたのがなんかあの辺りも面白かったですし、いやラウルがなんかもう後ろでみんながスノーマンのメンバーが喋ったりしてるのを受けてゲラゲラ笑ってるのを見てるだけでもなんかこっちもねなんか幸せな気持ちにならせていただきました。でその後デンジャーホリックスノーマンが歌うんですけど、このトークの時の衣装でデンジャーホリック歌ったので、逆にデンジャーホリックを歌った衣装のままこのトークに来てくれたんやなと、思いました。で、ヒー君はやっぱりもう肉体のことですので、体がでかくなったスーツをあつらえたんやけど、届いたスーツ入れたら腕がこう引っかかって、なんていうんですか、着れなくなったっておっしゃってて、で、まあ、私も結構、その腕っていうことはないんですけど、そのスーツ、細身のスーツ、パンツなんか買った時には、結構この、ふくらはぎがやっぱりすぐに足のプレスを今日結構こう強化すると結構ふくらはぎの筋肉がこうついてきて、そのふくらはぎのところがそのズボン細身のパンツなんかはちょっとものすごく通りにくいなっていうのはこう感じたことがあるので、このヒー君のなんかこうトークなんかも実はちょっと私もあ分かる分かるわと、思ったりしたんですけども、でその後カイト君が岡田さんにでねスベールさんって、ね、ここで言ったこともあすごくお笑いのセンスものすごくいいなと思って、岡田さんがラウル&スベールでって自分のことを言ったのをそれを受けてカイト君が岡田さんを呼ぶときにスベールさんと呼んだところのなんかこの辺のお笑いのなんかこう反射神経センスはなんかすごくいいものを
持ってはるなと、思いました。で、次はちょっと薄いエピソードとして突っ込まれてたショッピーの、まあ、30代になってから前髪を上げるようになったと、まあ、おっしゃってて、で、ライブではちょっとこの腹服を、こう上着を脱いで、このちょっとメッシュ素材の服なんかを見せるようになったとおっしゃってたんですけど、もうちょっとね、岡田さんからちょっと薄、エピソードが薄いって言われて、で、すかさずこの、メメがトークで助け舟を出しに行くところなんかもね、なんかすごい可愛らしいなと、思いましたし、向井さんのゴイゴイスーがあって、結構ゴイゴイスーを、まあ、このあたりは、岡田さんは松竹芸能、ゴイゴイスー、ダイアンは、吉本興業、まあ、そんなわけでそれやかっていうわけではないんですけども、結構厳しくオリジナルを作らなあかんでって言われて、もみあげ手裏剣を飛ばしたら、岡田さんがもみあげ手裏剣をポイッと捨てたので、ちゃんとあれをちゃんとまた平井に行ってる浩二君もむちゃむちゃ可愛らしいなと思いましたし、伊達様は長時間無言でカメラ目線でいられるっていうあたりは、もうあのあたりはもう伊達様の本領発揮やったと思いますし、また阿部ちゃんもショッピーの髪の毛のネタで薄いなって言われた後にまた髪のアレンジ、メッシュを今入れたみたいな話やって、で、そこはもうまたメメを助けに行ってあげてって、ね、小さな声でなんかこうメメにラウルがこう助け舟を出してあげてって言ってたのが聞こえたんですけども、メメも話し出したらちょっとこれやっぱり助けられへんって言ってね、おっしゃってたのがなんかむちゃむちゃ、まあここも面白かったですし、その後、カイトくんの、その、アメちゃんに対しての、その、なんかこう、メンタリストカイトって言われましたけど、あ、そういうのってもしかして、って言って、A 型って聞いて、実はまあ、アメちゃん AB 型っていうのを私も知ってたんですけど、あのあたりのカイトくんの、あの辺の間の取り方、トークのなんかセンスも面白いなと思ったんですけど、その後、ちゃんと、岡田さんが、もしかしてってこう振ったのは、その、もしかして A 型っていうのをあそこで聞いたから、あそこでもう一回、その、カイトくんが、もしかして A 型って聞かなあかんのですけど、それをやっぱりこのお笑い芸人じゃない方っていうのは、よくまあさんまさんなんかもさんまのまんまで、そのさんまさんがわかりやすい振ってるのを、そこをちゃんとキャッチできへんかったらさんまさんに注意されたりされると思うんですけど、まあ、こういうのをお笑い用語で、まあ、天丼って言って、もう一回ちょっと時間を経ってから繰り返して出してくるのを、さんまさんもよう使わはりますし、ダウンタウンの松本人志さんも結構このトークの中で使われるので、このお笑いのまあ技術としては、まあ定石の一つなんですけど、そこをまあ私ももう、見ながら、もしかして A 型やんかってね、私も見ながら突っ込んだんですけど、そこはちょっと残念なことに、カイト君はそこの、キャッチができへんかったんで、その横でレン君が、まあ、むちゃむちゃ悔しがるというところもあったので、まあ、あのあたり、そのお笑い芸人として出ておられるのは、岡田さん一人なんですけど、あのあたりのトークのところも一緒にああやって司会されることで、キンプリの二人も、なんかどんどん、なんかこう、学んでいかれることもなんか多いのではないかなと、思いました。あそこでね、ちょっとお笑いを一個、お笑いチャンスをね、逃してしまわれたのはちょっとね残念やったんですけども、でその後でこの私も初めて聞かせていただきますシングル版デンジャホリック、通常版に収録曲されますベストフレンド、聞かせていただきました。Hello my friend, beautiful day, what are you doing?みたいな感じの、なんかすごく、私の友達をこの素敵な日に君は今何してるのっていう感じで呼びかけてるっていうんですけど、すごくいいなんかね、メロディーと歌詞あったので、なんか私ももう一回ちゃんとこう書き取らせていただいて、なんか弾き語りで弾けそうやったので、なんかまたチャレンジさせていただきたいなと思います。9月6日の、シングル版デンジャーホリックの発売、なんかむちゃむちゃ、楽しみです。で、浩二さんが先ほどもちょっと言いました、朝の時間を大切にするようになったモーニングルーティン、お茶湯を飲んで掃除洗濯をしてコーヒーに豆に音楽を聴かせる、最近は R&B、少し前まではバックナンバー、レン君は恋の豆になんかそんな失恋の歌聴かせて
どうすんのみたいなことを言ってそれ広げるみたいに言ってたので、またこのあたりなんかコージ君のモーニングルーティンなんかに関しても詳しい方おられたらまたコメントで教えてください。でこのあたりからね、メメのやっぱり話す内容っていうのは結構やっぱり深くて、自然体でいられるようになったとおっしゃってて、やっぱりこの入った当時、またそこでもちょっと自分は後から加入したんですけども、その先輩方がやっぱりむちゃむちゃ怖い先輩やというイメージやったんやけども、入ってみたらむちゃむちゃ優しかった。でさっくんが、俺たち怖くなかったでしょってさっくんがこうメメに言った。メメはさっくんの方で一番怖かったよってね言うたのも面白かったです。でさっくんとショッピーが、若い人たちの教育係してたみたいなこともキンプリも言うてましたし、ショッピーがこのバラしたのは、あの挨拶シーンジュニアの子なんかにはこう胸ぐらを掴んでお前なってね、そういう風に注意してたみたいな、なんかこうエピソードもバラされてましたけど、あそこでこうメメが、君があなたが一番怖かったよっていうのを、あ本当にあのさっくんがあのやっぱりこの教育係としても、まあ、一番その当時はこのジュニアの後輩たちにはやっぱり怖い先輩やったやなというのがさりげなくなんかこう短い言葉の中からもね、分かって面白いなと、思いました。で、伊達様も、出演番組を自分をこう、またこう、肩肘張らずに、また確かめるという意味で見られるようになったとおっしゃってましたし、そんなとこからなんで蓮君が伊達様って本当にすごくいいこと喋ってはっても、トーンと間の取り方で全部面白く聞こえるとおっしゃってて、まあそれはもうすなわち僕にハマってるということやね、ということで、その後得意の、花言葉をおっしゃってたりしたので、なんかもうメンバー全員の良さがこのトークの中で出てたし、それはやっぱりキンプリがいてくれたから、キンプリからのなんかこう言葉があって、このスノーマンが輝き、もちろん岡田さんがおられたからキンプリとスノーマンのやり取りがさらに面白くなったと思うので、いろんなこの化学反応がこの昨日18日放送のこのトークの中であったと思うので、もう結構スノーマン関係のもこうなんか出演されたものはもう録画がどんどん溜まっていくので、 U-NEXT で見られるなって分かった段階でドラマなんかももう消していったりしてるんですけど、残量がすぐにいっぱいになるので、でもこの、ライブエールとこのザ少年クラブプレミアムはちょっと永久保存版みたいな形でちゃんとあの消さないように、間違って消さないようにあの保護しといて、ちゃんとねあの残していきたいなと、思いました。でこの後セクシーゾーンの横浜アリーナの映像コンサート模様が流れます。でセクシーゾーン、あの今火曜日楽しみにしております、渡辺翔太さん、ショッピーが出演しておられます。ウソコで主演をされて夏目拓実さん、すごく素敵に演じておられて、このまたドラマを通じてあの菊池風磨さんすごい素敵やなっていうのもあの気づいたんですけども、まあこのセクシーゾーンのところまで手を伸ばすと、もう今もうスノーマンを追いかけていくので手いっぱいなので、ここはちょっと飛ばさせていただきたいなと思います。で最後にそのここまではあのキンプリから見た、まあ、スノーマンの変化みたいなところやったんですけども、今度はこのスノーマンから見たあのキンプリの変化っていうところで、メメがカイト君に対してそのもともとダンスがすごくうまかったんやけども、なんか可愛らしい感じだったんやけども、ダンスがうまい大人の男にすごくなったと思いますっていう、なんかメメからカイト君へのすごく素敵なね、なんかこう言葉もありましたし、また次はこのラウルさんがレン君に、そんな、そういうことがあんやと思って、ラジオ、面白いラジオやなって聞いてたら、そのラジオで喋ってるのがレン君やって、ずっと下ネタを言ってて、で、なんかもう下ネタばかり聞いてて、あの、レオルも可愛らしい、あの、眠れなくなったとおっしゃってたんですけど、レン君も、いや、もう下ネタが、あの、一番面白いって言って、で、岡田さんも、もうそらそやけど、そらそやけどって、だけど、一人で、その、ね、誰かと喋ってる番組じゃなくて、一人でその下ネタを、なんかこう喋ってはったというのもね、なんか岡田さんが突っ込んでおられたんですけど、またその、どんな、その、レン君が、どんな下ネタを言うてはったというのも、あ、まあ皆さん、ちょっとそれはコメントで言いにくいかもしれないので、もしなんか、あの、書ける方おられたらまたおっしゃってください。また YouTube なんか
かでもこのアップされているところがあったらまたね教えていただきたいなと思っています。そしてまたこの最後コラボ楽曲ということで、カイトくんが、スノーマンの4人ヒーくん、ラウール、サックン、ラテ様と、少年隊の仮面舞踏会、この時の4人が、5人か、カイトくん入れて5人がなんかこうタキシード風の衣装がむちゃむちゃかっこよくて、で最初センターの方にそのヒー君とラウールがいたんですけど、やっぱりその身長もあってスラッとしてるからむちゃむちゃかっこいいなと思いました。でまたこの5人でやっぱりそのジュニア時代、このジャニーズジュニア時代が長いから、この辺りのその仮面舞踏会とかその後の愛の塊とか、まあ、この辺はきっと定番曲でもうずっと何回もステージで皆さん踊っておられると思うので、ああいう形で、まあ、もちろん合わされて練習もされたと思うんですけど、さっとこの違うグループと違うグループでもコラボできるあたりなんかも、やっぱりこれはもうあのジャニーズジュニア出身のなんか底力やなというのはすごく感じましたし、この先ほども言いました後ろのバンドの演奏がまたこの仮面舞踏会が またむちゃむちゃ上手で、後ろベースの人がむちゃむちゃ良かったんで、この、キンプリそのカイト君とあのスノーマンのもちろんコラボも良かったんですけど、バックの演奏に私ちょっと結構ね耳を取られたりしてしまいました。でその後レン君が今度はこのスノーマン残り5人、メメ、ショッピー、阿部ちゃん、そして浩二さんと、ふっかさん、でこの愛の塊を、されたんですけど、キンキの、こちらのも良かったし、もっとなんかねこのコラボをあのキンプリと、スノーマンのコラボをまたなんか違うあの楽曲なんかでも聞きたいなと思いましたので、またこういう番組とかなんかこう企画がありましたら、こういう形でキンプリの2人が、まあ、1人がこのスノーマンの例えば4人、また1人がスノーマン残り5人みたいな感じで、なんかこうまたジャニーズの名曲をこういう形でこのコラボで歌い踊ってくださるのもね、ぜひまたこれからも見させていただけたらなと、思います。で最後に今レン君がこの久しぶりにやっぱり忙しくて、デビューしてから忙しくてなかなかこうやってこのスノーマンのメンバーとこうやっぱり交流する時間がなかったみたいで、なんかこう前の関係性に戻れた気がします。そして9人と仲良くなれたと思いますってこのレン君がこう言って、でそれはスノーマンもすごく喜んでたし、もう岡野さんがもうすごくいいコメントが出たから、もうカイト君はなしっておっしゃってましたけど、まあ本当になんかね、あのこういう番組の中で改めてああやってこうああいう時間があるからこそ、そのやっぱりああいう風に普段言えへんようなことも言えたりするし、そこにまた岡田さんがいていただくことですごくなんかこう場が和んでお話できるんやなと思います。あれがプライベートでお食事の場をセッティングしたからあんな風にお話できるかって言ったら案外できへんもんなので、そのスーパースターとスーパースターなんですけど、ああいう風にその番組の中やからこそなんかこうなんか楽しく今まで言えへんかったことが言えたりすることがあるんやろなと思いましたし、きっとこの時にそういうなんか素敵なまた関係性を築くことができて、それが8月12日の NHK ライブエールのあの素敵なコラボにもつながっていったのではないかなと思います。昨日8月18日に放送されました、本当に私神回やと思います、ザ少年クラブプレミアム、スノーマンがゲストされました。スノーマンがこうスノーマンだけで歌われたベストフレンドも良かったし、トークも良かった、そしてまたキンプリの2人とのコラボ楽曲もめちゃめちゃ良かったですので、またこれからあのキンプリとスノーマンのコラボっていうものをこれからも私たちもなんか私も楽しみにしていきたいですし、その関係性のところでまたこのジャニーズジュニア時代のなんかエピソードなんかもまた知っておられる方がおられたら、またコメントで教えていただけたらありがたいです。キンプリの2人、そしてまたスノーマンの9人のまたこんな素敵な関係性をまたこれからも楽しみにさせていただきたいなと思っております。昨日放送されました神回ザ少年クラブプレミアムを振り返らせていただきました。また皆さんからのコメントも楽しみにお待ちしております。生まれてきてよかった、君と出会えたから。